どうもこんにちは、劇団スカッシュのゆえです。ということでね、今日はね、珍しく4人いるっていうことでね、あのね、ラビッシュのライブ見に来てんのよ。で、なんか今から、してるダメ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 、大丈夫、ライブ終わってるから、この動画アップされる時には。ゲストのステッカーいただきました。やりやりもりもりもりちん、もりもりもりちん、ちんこ持ってんで、普段ラビッシュに一言。頑張って見てるよ。愛してる。しししし。愛してる。バイバイ。バイバイ。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。始まります。始まるじゃん。始まってない？でも始まってるぞ。あっち？どっちかい？はい、始まってない？ウエーイ。はい、ラベッシュとワンマン楽しんでまいりました。いかがでしたか、みなちゃん。みなちゃん、みなちゃん、お前可愛い部分のお前出ちゃってる。みなちゃん、みなちゃん、お母さんじゃないんだよ、俺たち。出すなよ、その可愛い。どうでしたか。よかったね。よかったよ、もう本当にユアスマイルデイズだった。やっぱね、一番聞きたかったそのライフイズジャーニー。歌ってたもんね、コチョーラン、コチョーラン。いや、俺もね、コチョーランやっぱり好きかもしれない。でもやっぱさ、ここコチョーランは聞いてたじゃん。まあね、確かに。そうか、そう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 。ライブでもね、そういう意味で言ったらやっぱりここも、いや、ここもあたりからね、最高、やっぱり最高。あとやっぱさ、ラストもね、まほちゃんも良かったでしょ。まほちゃんのさ、まほちゃんの盛り上げ方のさ、腕のさ、腕がここからさ、ここから来るから、ちょっとジャンプしろと。そう言われたらなんかさ、ジャンプしろと。いや、お前デクノボじゃない。お前デクノボとか言う。体持ってかれてる。ジャンプ止めとか。カリスマ性がデクノボ4人組でした。劇団デクノボでした。いや、これ動画なんだよね。できたらちょっと俺久しぶりにあれ見たいんだよね。ちょ、まずカメラマンから達也さんに変えたいんだけど、ちょっとまず変わるね。待ってる。なんだっけ、あの撮れ高一倍。違う、俺あれ見たいんですよ。どれあれでしょ。やってくれるかどうか分かんないんだけど、俺すげえ好きなシリーズがあって、豚人間っていうのがある。くるかな。近くだからでしょ。そうそう、豚人間やってもらっていいですか。ロケ地の近くだから。豚人間、俺あれ見たいって言うから、なんか取れ高10倍100倍自分でやりゃいいのに、やってくれるのかと思った。豚人間か。いや、それはコラボしようじゃん。コラボできるかな。豚人間って発見だから。そうか、豚人間なんか、あ、いた、発見してから俺が入ってくる。あ、そう、あの道の途中にいるってみたいな。で、こっちのさ、角曲がったところにいてくんない、豚として。楽しかったですね。いや、いいライブだった。最高のライブでしたね。あ、あれ、なんか臭くて臭くてなってる。もう、もしかしてこれ豚人間じゃん。やべ、逆光だ。逆光、逆光、なんでもう、全員逆光。ちょっと映像のこと分かって。あそこにいてって。映像のこと分かって。今でも逆光で何にも見えないよ。はい、劇団スカッシュの豚劇場でした。違う違う、逆光で見えてないのよ。何も。豚も見えてなかったよ、逆光で。ダメか。よく出てた。あ、草をそう、かん、そう、はんでる感じ。それさえ伝われば俺は満足。怖かった。そう、俺も照明がね、俺もそこまでやってくれんだと思ってさ、怖かったよ。そう、ケイちゃんも歌っちゃってなかった。別に誰もお前らの鼻歌聞きたくねえ。よーすまいるでー、よーすまいるでー。あのね、今日集合した時にケンちゃんに悩み相談をされたんだけどね。ケンちゃん最近ちょっと自分のおならが臭すぎてね。おならが臭すぎてさ、あのエスカレーターで一人で上りにおならをした後に、全部言っちゃうんだな。今日のトピックスも全部言っちゃうんだな。 M ってちゃんと言えよ。イニシャルで言ってるよ。大島みたいな感じ。そうだね、M川健二さんがさ、今日エスカレーターに乗る時におならをしたんだ。下の階でね。下の階。
で、上に上がってって誰もいないからね。違う、上に上がってないんでしょ。誰もいないから鳴らして上がったの。上がったんでしょ。そしたら下りで疲れたから誰かがこうすれ違って、あ、やべえなと思った、うん、で、下の方でクサッと、うわ、クサッと言ってた。最近ケンちゃん体やばくない？いやー、うんこも臭いのよ。本当聞きたくないよ、この話。本当聞きたくない。あと、一応言うと、俺はうんこもおならも臭くない。話持ったな、お前。お話は全部持っていいっていうルールじゃねえぞ。いかがですか、久しぶりにこういうその日常をただ切り取ったあのセカンドチャンネルの。あ、ハッピーバースデー。コーラ？コーラ？違う、俺はハッピーバースデーじゃねえよ。顔面白お前今一番のディスだぞ。え、普通の顔してても面白いわ。お前一番のディスだぞ。いや、普通の顔してたんだ。血族。え、血族、血繋がってる。ケンちゃん、ちょっと待って、おならした？なんか、そんな臭かった？え、今したしてない、してないよ、だからびっくりした、今クソ、すっげえ臭かったからさ。嘘だ。なんで髪に、なんで髪に、なんで。達也さん、達也さん、私服でそんな頑張ってくれなくても。いや、一本にするために。ありがとう。一本にするために。臭かった。一緒だ、一緒、今のやろうがやるもんか。彼の一緒、全部一緒だよ、もう。あ、いや、無理だな。ちょっと小便の方が出そうだもん、ね。いや、ダメダメダメ。あんまりやっけ、それはカットだから、うん、それはなんだっけ、あの昔の夢の、あのメインの動画だったダメ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 メイン動画なんかこのおしっこしちゃったおしっこしちゃったとだからメイン動画になっちゃう。ダメ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 。あんな動画絶対ダメなんだ。はい、これからもこの4人の亀をめでてねー。いや、しょうがない。亀をめでてね。それめでてほしいって。亀めでてほしい。はい、じゃあ登録してねバイバーイ。この状態で登録できるかよ。視聴者の感情的にね。何が起きてんの。感情はい、劇団スカッシュシーズン2でした。え、セカンド、そういう意味なの。シーズン2、シーズン2じゃない。ザロシャン、メインチャンネルになっちゃう。あ、いつまでこれ使えるかな。もう一本になったかな。もう家まで買い付けるえ、家バレちゃうじゃん。家バレるところまでがセカンド。え？